それじゃあカウントいきます。 5、4、3、2。 おめえはあっちだろうが。優しいのね。1、ゴいっぱいいっぱいじゃねえか、この俺が。なあ信彦、お前京子にどんな作戦考えてたんだ？作戦というほどのものじゃないから。プロジェクト D の8200はよほど自分のマシンコントロールに自信を持ってるんだろうが、必要以上に振り回しすぎる嫌いがある。うまいことはうまいんだが効率が悪い部分だ。後ろにいた方が相手をじっくり見れるし、心理的にも優位に立てる。なのに京子は先行を選んだんだ。小細工なしで真正面からぶつかりたい。それはそれで京子らしい。なんだかんだ言っても京子はモチベーションで走る感覚家だから、あとは D のドライバーがどのくらいクレバーなのかがポイントだ。気づくのが遅ければ京子にチャンスはある。この女うまい。うまいけどなんでだ。俺が苦戦させられるほどの相手なのか。東道塾にだって勝ってるんだ。わけがわかんねえ。俺がよっぽど乗れてないのか、それともセッティングの失敗か。焦るな、カッカするな、とにかくクールになれ。まだ始まったばっかりじゃねえか。ケイスケが変更されてる。東横線を選んだのはケイスケレベルアップのためってこういうことなのか。なあ、凌介。レッドサンズとして遠征をやった頃と比べて8200がパワーアップしてるんで、マスコンワークが何倍もナーバスだった。東横線は前線でアップダウンが続くので、マスコンワークのトレーニングや格好のステージなど8200の実行を止まったし、理想はそれを倍の10の地くらいにコントロールする。どっちのマスコンは10の地で使い分けるのか。言ってる意味がもう一つわからない。日本みたいにマスコンを乗せ替えればいいんじゃない。凌介には言うんじゃないよ。クソだね。何が難しいって、テンション上げて前の車を追おうとすればするほど逆に立候補を我慢しなきゃいけないっていう、このちぐはぐさが俺には辛いことだ。不思議な感じだ。前を走るあいつにいつの間にか引っ張られてる。思い通りに乗れてない割にこうしてついていけてるのは、あいつが理想的なペースメーカーになってくれているからだ。今は我慢してついてる。闇雲に攻めるだけが脳じゃねえってことだろう。しっかりチャンス見つけねえとな。なんだろうな、直感だけど、あの8200なんか違うぞ。一見互角のバトルに見えなくもねえが、そうじゃん。俺にはわかる。結構よくやってるから、レールファイトやるには線の細い走りだぞ。所詮女には本当のファイトは無理だ。俺しかいねえだろう。あいつらを止めるのは。そうか、わかった。京子にとっては有利な仲だ。プロジェクト D の8200は相当慌ててる頃だった。熱くなればなるほど車輪に負担がかかる。長引けばそれだけこっちが有利になるんだ。面白くなってきた。もし勝ったら最大の功労者はお前だろうな、信彦。京子の 515R のチューニングメニュー考えてんのは全部お前なんだからな。それは違う。まさか京子の先行でこれほどいい走りができるとは全く予想外だ。対戦相手のドライバーに特別な感情を抱いていることが京子の集中力を高めている。
ハイレベルなバトルになればなるほど、ドライバー同士心と心で通じ合う何かがあるんだ。誰にも邪魔できない二人だけの世界だからな。ちょっと身の流れを流そう。まさかそこまで。フェイントで地平線に飛び込んだが、まさか被るとは思わなかった。引っ張られていくうちにリズムがシンクロしてきてるんだ。変な感じだぜ。いつものバトルと何か違う。この不思議な居心地の良さは何なんだろうな。すごい。後ろからのプレッシャーがどんどんきつくなってくる。こんなに近づいてギリギリのペースで走ってるのに、怖いというよりウキウキするのはなぜ。楽しいよ。終わりたくない。どこまでもこのまま走り続けたい気分。それか。分かったぞ兄貴。女子の弱点。情けねえ。バカすぎだぜ。なんでもっと早く気がつかなかったんだ。女は男と比べて体重は大体軽い。重量が軽いことは相手はアドバンテージだが、ハイパワー車ではその軽さがアダになるんだ。すごいことになってる。どうしちゃったの？私もうゴールは近い。このまま行けば2本目に入れる。一緒に行こうよダーリン。もっともっと高く飛ぼうよ。ぴょんぴょん跳ねるウサギのダンスはここまでだ。本物のバトルってやつを教えてやるぜ。ダーリン。軽い車体は軸重が小さく粘着力不足を招きやすい。ましてやジャンプしちまえば立行も制動もできない。全くの無防備になるんだ。置いていかないで。終わりたくない。もっと続けたい。今まで一度もないの。他にどうしていいか分かんない。諦められない。これくらいのことでへこたれない。私諦めないから。すげえな。攻め込んでる。2編成ともうめえ。五千系を限界まで持ってくのは腕がいるからな。これほど見栄えのするバトルもめったにないよな。あの工芸品みたいなステンレスのボディがホームギリギリを重ねていくのを見るだけでゾクゾクするよ。こうして見てると五千系って車はつくづくかっこいいと俺は思う。あれほど綺麗で存在感あっておまけに答えに入る車は他には絶対にないよ。だらだら付き合っちゃいられねえ。いやだ、抜かないで。もっと続けたいよ。終わりたくないの。ただよ、俺も先に行くぜ。ダーリン。
1200だ。プロジェクト D の勝ちだ。あれ5000系は おい、京子は 515R はどうしたんだ。それが大観山を過ぎたあたりで突然消えちまった。なんだって。おお、びっくりした。うっかり地下深線に飛び込んで新渋谷駅地下ホームに行っちゃった。